せーの、よいしょ、ちょっと待って、よっしゃ、今日はベースランニング6000やりますね。先週全然できなかったんで、2人スイモンとかさっきと一緒にやったんだけど、まあ、一緒にやったっていうか、まあ、全然できなかったんだけど、まあ、今日は先週多分3分50ぐらいが今いい感じなのかな、まあ、ややきつぐらいでいけるかなと思うんで、それで6000で、一応なんかね、最近基本に戻ろうと思って、ダニエルズさんのね、ランニングフォーミュラ読んでて、まあ全然全部読んでないんだけど、結構初めの方にいいこと書いてあってね、絶対怪我はしない方がいいよっていう、無理はするなと、楽しくやろうって、褒めて伸ばそうみたいなね。で、結構初めの方にピッチとか心拍数と、あと呼吸の仕方とか書いてあったんで、まあ、ちょっとそれやってみようかなと思います。ピッチは180ぐらいで、呼吸は、4個で1呼吸22のリズムっていうらしいんですね。よし、じゃあ今日は一人でやろうかなと思ったら、スイモンが遊びだと。じゃあ92で、はい、色もすごい良かった。これ190、これ180。なんか転がるイメージ。ちょっと早いな。ちょっと抑えた。おっ、遅いな。なんぼ？マジか。you
涙上がらないな。ごめんごめん、しかもめっちゃ遅いし。ちゃんと間開けとる。うん、こんぐらいかな。93ぐらいだな。心拍もいい感じ。ごめんごめん、遅すぎた。ちょっと考え事してた。はい。you
った22の呼吸ってきついな。多分俺3歩で一呼吸だわ。ありがとチャンスだ。お疲れした。久しぶりのペースランニング、ちょっと予定よりも遅かったけど、まあ体力的にはあれが限界だと思って最後までしっかり3分55ぐらいかな行けました。まあ、PT 180ぐらいを目指したんだけど、ちょっと後半やっぱり落ち込む時があったね。やっぱ疲れてくるとピッチが落ちるようで、で呼吸の22ってね、こんな感じ、1、2、3、これで一泊だけん、はぁーって吐いて、次で、はぁーってもう一回吐くって感じ。これが慣れんくて、きつかったな。まあ、心拍もちょうど170超えるぐらいで、あのダニエルズさんの言う T ペース、スレッショルドペースで行きました。まあちょっとまだまだ全然ダメダメなんで、まあ、T ペースは20分ぐらいのね強度がいいって言ってるんでね、僕が今積み重ねていってペース上げるのは、まあもうちょっと立ってからって感じかな。成長を感じて、まあ楽に走れるようになるっていうのがね、あの同じペースを気持ちいいし楽しいしね、もうちょっとあの絞れるところ絞って体重とか頑張ろうかなと思います。はい、お疲れ様でした。